もう飲みたくないよー さあ、7月19日水曜日水曜オリジンチャンプルーいやーありです暑いですねめっちゃもう皆さん大丈夫ですか車の中の人めっちゃ暑くないですかもうクーラー自分22度に設定してるんですけど全然あの暑くないです暑くないじゃない寒くならないもう涼しくない本当に直射日光鬼ですよねはい今日もこの方に <laughs> この方が下手くそすぎだろ <laughs> 違うも、だってもう喋りたいも、あのあの話は早く喋りたいまあまあまあすい、ね、ません、しんとすけしんです <laughs> はい、しんとすけしゅり、石峰ですいろいろあるけど、あお寒くならないとこもおかしいしだからよお,おかしいよ、冷えないよ <laughs> <う>寒くなってほしいんだいつもこのオープニングトークシステムだけにでしたっけまあ、たまにたまにねなるほどって。 うん、はいはいはいそれがあってからゲストを紹介するパターンの「と」<laughs> と言われたら名乗るっていうタイプだよね <laughs> うんそう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 そっかいそもそう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 そおそう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 すうそうしうそ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 のそうそうそうそ まあ、オープニングの飲みたくないって思たけどいやね、あの先週ですかはいはいはいあの某番組のロケがありましてはいはいはいあのー、しんとすけさんも一緒にね、ご一緒することになってはいこの、あのその、何ですかロケがめっちゃ飲むねこそあの言葉がどのが出たら完璧だったけどどんどん拾っていくどんどん出たらおかしいけども まあ一応ロケがありましたねそうそうそうめっちゃ飲む企画でそうですねいやもう飲んで問題に答えるみたいなはいはいはいクイズにそううんであのこれまあまあ番組名まあ言っていいと思うんですけど小刻みプラスのロケでまあ放送日まだ未定なんですけどそうですねでこの前第一弾がで、その時はえっと僕とまあしんとすけ手裏とでモーリーさん小刻みのモーリーさんと カシスオレンジの仲本の3名でやってうもう収録終わったらみんながみんな記憶ないっていう状態で、うん、僕たちもオンエア見て初めてその姿を見るみたいなことだったんですけど、うん、そのオンエア後に。 アーリーがもう俺にも言ってたけど、うん、まあこのプロデューサーさんとか小刻みインディアンさんとかにもうアーリーも出させてくださいっていう超アタックしました謎の懇願をして、うんはい、でこの前そのロケがね第2弾ついにこの3名プラスアーリーを加えて撮ったというねそうなんですようんことですけどでも俺記憶ないんだけどだシーンはまあこのまあアドバイザーじゃないけどこの僕たちがデースでコメンテーター,ー,ターか、ね 答えてるのを見てるシュラフのコメンテーターだったじゃないですかシュラフのシュラフはちょっと飲んでそうだな間違えたシュラフねシュラフのシンでしたけどどうだったんですかロケ自体はいやめちゃくちゃでしためちゃくちゃだった俺俺本当はねあれのコメンテーターの立ち位置めっちゃ損だなと思うけどか本当はいらないんじゃないかなぐらいもうサーネーさん仕切りのカーナーさん が、ちょっとコメントぐらいでいいんじゃないか？ぐらいあ。もう全部メインはもう暴れてるからってこと。じゃ例えばね。米まコメント挟む間とかあればいいんだけど。あればいいんだけど、マジでうるさいのよ。頭から頭からもずっとはい。はい。はい。何かちょっとしたきっかけで踊り出すし、お前を。 もうあれはやばいよまあでもね、うん、これはやっぱり編集の妙だから多分お前この第一弾1弾、うん、あのオンエア見てなないいんじゃないテレビ壊れててテレビが家になくて <laughs> 見てなかったさ、うん、これ編集の妙で、うん、なオンエア見たら、うんうん、もうちゃんとなんか泥酔してるけど答えてるように見えるし、うん、で真のコメントとかもめっちゃ生きてるような。 第一弾は分かる。意味わかるその気持ちっていうか、そうなるだろうなってのは分かる。編集してこうなるだろうなっていう。第1弾よりも何も手応えなかった。あ、なるほどね。お前も答えてないし、答えてないというかまあまあ。なるほど。でも、アーリーもきつかっただろうなと思って。めっちゃきつかったです。自分、人生で一番きつかったです。 きつかったったていうのはもう終わった後、この集中力が切れた後がもう最悪でしたねじゃあ、うん、きついってのはこうなんかみんなで飲み始め、うん、さスタートするお酒を、うんうん、で行ったらもう時間は限られてるわけだしその時間内でも酔っ払わないといけないみたいな男3人はなんか分かるわけな、うんつうのそのスピードというかううんもうガンガン行こうみたいなうん,うん、うん、それにこう言ってんで。 ののプレッシャーという飲まないといけないっていうみんなのペースに合わせてこのペースみたいなうわきついだろうなと思う遠目に見てて<ー>そのペースで飲まないさなんか女性ってそうですねんあんなガンガン赤ワインを死に早く飲むことはないですね,ね <laughs> 赤ワインか飲んでたの、はい、なんかおしゃれなの飲んでたなっていうイメージあったけどーんなんかビール2杯をめっちゃ時間かけて飲むイメージがあるビール2杯とかを あの女性。飲み放題とかでも。二杯しか飲んでんやしみたいな。の、とはまた、異なるペースというか。うん、また全然飲んでんやし、みたいなプレッシャーもあるでしょはい。モーリーさんとか。はい。ああ、実際は、もう本当に、記憶なかったんだ。もう飛び飛びでしたね。ただ、シ朱里さんに死に文句言ってたの、を覚えてる。んですよ死に文句言ってた。全然覚えてない。もう、えぐいよ。 一応言える範囲でね言える範囲っていうか別になんかオンエアに乗らないだろうなぐらいの範囲で言うのがいいんじゃないどういう感じなのえぐいっていうのはお前のくずっぷりがじゃ別にアーニーの文句はえぐくないもう当然というか空出るぜっていうはいはいはいもう寝るしよしむしろ寝てあもういいやこいつ寝た方がいいぐらいの

えー、その記憶あるんだ一応なんかそんなやったなっていうないやなんか言ったしやったなっていうのは覚えてますなるほど僕はもう一切記憶ありませんのでうんどうなってるかも全く分かりませんけど <laughs> これが来月ぐらいには放送されるんす、ね、ですかねはい土曜深夜の小刻みプラスという番組でこのオリジンチャンプルの今のメンバーが出演してますんでねはい、はい、僕はどうなってるか僕も視聴者の気持ちで 楽しもうかなと思ってますよちゃんと目に焼き付けてください。<laughs> <laughs> 俺もうアーリーが入ることによってこの恐れてたことはもう本当に起きたからああああ多分行った時このそうです、ね、ちょっとロケの前にああああ今回アーリーが入るから多分。 もうキスしに来るはずよ。うんああああうんうん。本当にもうキスまでしょ。誰が？お前が。俺が？うううう。遅いからって全然覚えてない。もうもうしょっぱなから。ええしょっぱなから。しょっぱなから。すごいな。死にビビりましたね。しょっぱなから最後まで言ってたでしょ。死にビビりました。来るよって言ったでしょ。はい。まあ本当にそう。そういうイメージないですけどねっていう話して、うんうんうん。したら。 気をったから。来を開けたら本当に気をったんだ。頭からで。冷水クイズ企画中。うんじゃね。何系そんな面白い。死にど頭やしな。やばかった。うん。まあそうですね。はい。ということで本日のテーマが何でしたっけ。えっと今日のトークテーマはあの。 酒のあて、好きな酒のあてでしたねそうここもまたお酒にね、ねなってるということですけど、ね、いや、うん、あのー、その企画の時に、うん、あのー スタッフさんがおつまみも用意してくれたじゃないですかそのおつまみの中でなんかニンニクになんかしそかつお節みたいなやつがかかってる覚えてますあれ美味しかったなシャリシャリしててあれ美味しかっためっちゃ美味しかったですニンニクがめっちゃプーンってくるのかなと思ったら全然来ないしあれニンニクなんだニンニクでしたあれの味噌バージョンがあるのかあ、ありますねありますねニンニクに味噌がのってる味噌漬けみたいなはい。 乗ってるというか味噌で漬け込んでるやつあーそうなんだあでもニンニクだけどそうそうあんまり味がしないというかニンニクの匂いがないっていうのはなんか良かったね食感だけ残ってるみたいな超美味しかったもうそのニンニクがお前の性欲をかきたのか食べさせんければよかったどの笑いかと どんな笑いとだわ。どのえもんやし。なんでか。いやいや。何が。今日今日ちょっとあのはいちょっと臓器臓器が今日は調子悪くて。ええ。そのその臓器の音がなってましたね今。はい。マジだ。犬の先みたいなもん。はい。いやでも美味しかったにんにくああ酒のあってか。うん。 あ、でも、あ、んまヘルシーなのがいい、いつも何?。いヘルシーなのがいいの、あ、それ、何よ。じゃ、ヘルシーなのが、俺、あの、なんか。まあ、男性の方って、まあ、揚げ物よく食べるじゃないですか。居酒屋とか行って、なんか。僕、ポテトとか頼まないんですよ、自分からは。自発的には。わかる。なんか、あれ、かさ増しあるよね。ポテトの人数で。あ、あ、あ、あ。かさ増しのためって感じ。わかりますよ。でも、好きな人はめっちゃ好きさ。まあ、とりあえず、ポテトだなみたいな。 俺はあの感覚がなくて、うん、あのいや女かやみたいなことになるあ<ー>あの団体もあるんですけど、うん、なんかやっぱサラダとかを、はい、なんかとりあえず頼みたい派なんですよそうヘルシーなやつ<ー>最初はサラダはもうそうそうそう肌にマストでもうそれもちょっとあるけど <laughs> マックとか言ってもお前野菜ジュース必ず頼む、えー、そう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  もう打ち消そうとするわけでしょそのマックへの罪悪感というか、そう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 ,そう食べん方がいいんじゃないですか、ね、<う>いやでもやっぱ行くときはあるさタイミングは。<laughs> そこまで根本的にさ根本的にさ,にん的にさそんな否定はできないけど。うん、分からんでも、うん、ポテトのその感じはわかる。 うんうん、揚げ物から、うん、揚げとかはまあ好きではあるけど、うん、まあでも相手は食べに行かないからっていう、うんうんうん、しかも僕胃腸も人に比べて弱いんであそうなんですね胃もたれもあるんですよやっぱお酒でさえちょっとやられるのに藤藤よね誰がちびまる子ちゃんの藤木君だばあ,あの顔長いやつ胃腸弱い人あ、うんまあ、っていう感じで僕はヘルシーなうんさっぱり系好きですね ササララダダ食うカットみたいな自分で作るもう昨日もキャベツとトマトときゅうり買いましたしこれを昨日は飲んでないけどつまみにはしてない普通にご飯で食べるサラダえ食前に食べるっていうかもう一緒に要はなんかカレーとか簡単じゃないですかチンして作ったりするんですけどレトルトカレーにサラダとかラーメンとサラダとか。 うん、要はなんかキャベツ100円で買って千切りにしたら死に、うん、なんか多くできるんでんまあまあまあヘルシーだし、うん、まあまあ財布にも優しいというはあお腹にも優しいお腹にも優しい、うん、のでやってるええー、キャベツの千切りは酒のあてにはならないけどねマジでならんくないなあれは好きですよあのごまごま塩でした あ塩キャベツとか塩だれキャベツとか大好きあでも要はでもあれと一緒だからなでもあいつメインでいってほしくないのよ何かメインでいってまあまあまあそうですよねさっぱりさせるために塩だれキャベツくんの登場というかはい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 何かメインい肉いいいな肉があはい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 ついは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 いていいのよ 部位。うん、特に豚ハラミ。豚ハラミ、横隔膜。横隔膜。で、安いわけよ。あの肉の部位にして。で、歯ごたえがあるのが好きだから。それを塩コショウで炒めて。たまにガーリックパウダーかけたりとかして。はあはあ。食べるっていう。料理できる人、すど、素敵素敵。すごい素敵。もう言わないでいいじゃないですか。褒めたのに。砂肝とかも、俺。 あー美味しい歯応えあ<ー>歯ごたえ重視だよなそう<ー>脂身があるよりは歯応え、うん、歯ごたえでも脂身もまた、うん、その歯応えの中にいたらまたうまいのようわあ。たまに見つける脂身うわー美味しそうあこの筋の中にある脂身みたいなあるなもう完全にでも俺はもうあては肉肌肌身砂肌も 牛すじとかも茹でてくる。あんもす。煮込みが好きです、牛すじは。煮込みな、ちょっと甘辛く。牛すじってあの、もつ煮と一緒もつ煮ではない。もつとはまた別なんだ。もつはなんか内臓みたいな。おおおお。てっちゃんみたいな。みたいああ、すじはまた中身汁みたいな。おお、ホルモンではないんだ。ホルモン、ホルモン。ああ、そうなんだ。なるほど。アリは まあ、おすすめなのは、まあ、先週も僕たちに差し入れしてくれた。燻<う>製チーズとか美味しかったですね、食べたけど。燻製が超好きで。燻製っていぶしてるんだ、ね。いぶしてますよね、なんか。桜チップって書いてあ。みたいな感じの。<ー>あれがもう。あれをいつも食べてるんですか。あれを買うわけじゃないんですけど、あれはいつもなんか、あのー。 ロケとか行ったあの泊まりでロケに行った時に何かスタッフさんと飲む時に何かコンビニで買えるあのおつまみとか買うじゃないですかあれに必ずチョイスします、ね、誰かの部屋そうそうですそうです広げてはいあ,あいいなあ,あれなめっちゃ美味しいなって必ずカタアポテト買ってくる人いるよねカ揚げゲカタポテトあの硬いやつああいるなああれ必ずいるよな、ね ブラックペッパー美味しいですよねあるまいで、ね、すよねでいつもなんか食べるのもあるの、はい、食べるのはあのさっきも言った塩だれキャベツとか作ったり、うん、何かなおお、まあシンプルだ、うん、シンプルにうん絶対頼むのはなんかきゅうりの一本漬けとか<ー>あんなの欲しいですね ちょっとさっぱりしたやつああ、じゃもうマジで野菜系だやっぱ野菜系とかでも全然お肉とかもめっちゃ好きですよ家では作る家作りますうん。家で作るのは何を作るの塩だれキャベツはまあ今言ったらまあつまみ的な他にもなんかこのつまみはおすすめですよみたいなあるああ、つまみうんまあ特にないか いや作ってますよ作ってますよなんかあの野菜のピクルスとか作ったりとかして結局これも野菜なんですけどれなの作るねいやピクルス簡単にできるししかも結構持つからいいんですよ日持ちするのでるピクルスはなんかスティック状にしてつけたり <laughs> するってこと、はい、それとかも普通になんかもう適当にカットしてそのままタッパーに入れといて食べたい時に出してとか。 なんかピクルスってイメージほんとにもう千切りみじん切りのやつをなんかつけ込んでるイメージがあったからこのハンバーガーの中にちょっとちょこんって置かれてるようなタルタルそうそうそうの中のやつみたいなあんな感じじゃなくてちゃんと固形物だったら確かにしっかりつまみとしては良さそうですねなんか人参とかその時玉ねぎがたまたま超あったんで。 確かにたまたまってめっちゃ玉ねぎありそうだたま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 っていうそうですそれを消費したいなと思ってで大量消費できるので検索したらピクルスが出てきたのでなるほど保存も利くしだけどあんまり玉ねぎのピクルスあんまり美味しくなかったです好みではなかったですえピクルスって酢と砂糖を入れてちょっと甘いんだ でもそんなに甘くはしてないです。そこまで。なるほどねガリっぽくない。ガリっぽくはないです。うん、ガリは嫌いなんだ。ガリあんま好きじゃない。甘すぎるんですか。甘すぎるよね。うん。ガチのガリは美味しいですよね。ガチのガリ。ガチのガリ。もう誰のガレみたいな。ガチのガリ。ガチのガリがあるんですよ。ガチのガリ。もうスライスじゃなくて、もうそのまま生姜をぶつ切りにして。 つけられてるやつがあって、もう食感も美味しいしシャリシャリしてて<ー>甘くないしめっちゃ美味しいんですよ。生姜をぶつ切り？はい俺、生姜のイメージってあのなんかわさびと同じようなごつごつ、はいはい、植物ってイメージだけど、うん、あれをぶつ切りにし。そんなに大きくないですよ。もう本当に1センチ角のなんかあの。ああはい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 。なんかショのなんか千切りとかがあるじゃないですか。はい、ああいう形で。うん ちゃんと生姜の中身の黄色い部分をにるってい。そう,すそうです。そうです。そうで、ん、す。めっちゃ美味しいです。それは。なるほどね。うん。ああ<ー>。なるほど。やっぱ三者三様ありますね。それぞれ。<ー>おすすめが。やっぱお洒落ね。多分まだ出てこないんですよね。もっと多分いっぱいあると思うんですけど。あ、この何本当はいつも使ってるのが、はい、なんかあんまり出てこないな。で家でなんか乾きもん。うん。コンビニで買えたりするような。うん。で飲む時ってちょっと寂しく感じちゃうね。ね 気持ち的に。なんでですか?。なんでですか?。普通にうまいなと思うけど。作り手ってか、作り手ってか、なんか。うん、あったかいの食いていって、うまん。うわ、全然わからん。火通ったやつが食べたいんですか、なんか。汁気とか。焼き上げたやつとか。うん。炒めたやつ食べてって。これは、なんなん。痛いことわかる。あ、でも、なんか。 どっか一時会閉めって自分の家でも一人で、うん、どこだった大丈夫だわけスタートからうあーわかるわかるわ、えー、かるわかりますなんかこれカオキモン限定なの千切りキャベツだったらいいんださっきの塩だれキャベツだったらいい,い、うん、それでもさそれも寂しいですじゃ何<ー>じゃローストビーフだったらいいんだローストビーフはもう最高で完璧じゃないですかじゃ何ななのかななんかもつ煮込みとかあってほしいんですよいいす、ね、もつ煮込みとかなんか ブリ大根もあったらめっちゃ嬉しいしなんかもう本当にご飯のおかずのあまりがちょっとだけあるだけでも全然違いますそういうのもつ煮込みとかでもさ<ー>この小口の青ネギ、うん、青ネギ黄色みたいな、うんえー、パラパラしいよみたいなわくわくというかわか,、うん、からんなく <laughs> ギぎのせるだけでちょっと変わ,る変わりますね で、ネギ拾うみたいなテンションの上がり方分か。まあまあ、いいのがあったら、テンション上がるっていうのはもちろんわかるけど。スルメとか、もペレ,ペレペレとか、めくって。一本一本、かじるみたいな。<ー>味変がないっていうのもありますよね。なん,な,なんかマヨネーズつけて食べてもいいけど。調味料か。味、結構濃いじゃないですか。スルメ。スルメって言っても、ずっとスルメじゃないですか。 なんかずっとびっくりしてますねでもそれで寂しくなるっていうのは特にないかなまあまあ普通いいのがあったら嬉しいけどまあスルメがあっても別にそれはそれでまあいいかなっていうんかもっと食べたいってなるんですよなんであれ買わんかったのかななんでスルメ買うんだったらあれも一緒にカゴに入れなかったからスルメじゃなくて燻製のスモークチーズだったらどうなの最高ですねそれはい好やしもおしゃれおしゃれならさ お、ポップコーンを食べる。うん、ポップコーンお酒のあてに。まあ、たまに。ポップコーン。ポップコーンよくない。ポップコーンは俺。楽しいね。まあ、ポップコーンは、まあ、楽しい顔置いといて、普通に食べるよ。楽しくない。温かかったら <laughs> ななな。あな <laughs> な。なんとか神経が出て、ね <laughs>。温かかったら、もっと良くないですか。温かいの、うまい。ちょっとバターのいが。ポップコーン。ポップコーン、なんかさ、うん、部屋汚れないかんない、こぼしても。 いや、なんなになんかつかないし、あもう、ころころ転がるし、バーンって、手にバンって、そんなお前、顔面にバウンドさせてくってれば、そんないきますむしゃむしゃっていけん。お前、一応、こっちから、そんなく手の隙間からこぼれても、そんな握りこぶし以上に握ってくってれば、お前、なんかそれぐらい、このおおらかな。 食べ物っていうか、おおらかなやつだな。ネットフリックス見てる外国人みたいですね。だな日本人だなかなかいない。ないですよね。そんなね。絶対それデブーのアメリカだよな。それが。楽しいからポップコーン買ってるみたいなとこもあるわけ。ええ。一つ一つ粒粒じゃなくて。おお。俺はいくつ？おお、確かにまあそのいっぱいは俺は行かないけど、あの費用対効果めっちゃいいと思いますね。まあ安いし多いし。 あれは素晴らしいホ、うん、ップコーンいい確かに。うん。皆さんの <laughs> はい。皆さんのね。お酒のおつまみ好きなお酒のあってめっちゃお寄せください。レシピもね。お寄せくださいめっちゃお寄せください。レシピも教えてください。うんいい それではじゃあ一旦 CM に行きましょうね、はい、あのツイッターでのご参加メールでのご参加お待ちしてますメールアドレスはオリ、nah、i ンアットマーク FMNAHA.jpORIGIN アットマーク FMNAHA.jp ですそれでは一旦 CM です。78で この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしますビッグワンでの買い物楽しみだなえー、にーにえあ、ヤンキーだだ、陣借りよういや、僕今日お金を持ってないんですよほらや、今からビッグワンで買い物する人が陣持ってないっやかやだ、持ってこいいや、本当ですビッグワンは現金がなくてもエリーや英ウオレットでお得に買い物が楽しめるんですだ、やり方なの良い品をいつも安くビッグワン さあ、水曜オリジンチャンプルーありとしんとウけしんとしんとトけスケ石峰でお送りしておりますお願いしますねぇ、シンの親父さんが登場してます若いええ、ありがとうございます。ね、いろいろいつもあの、オリジンアワわ聞いてくれてるって話ですけどはいはいオリジンチャンプルも聞いてくれてるんですかねそうさそうなのオリジンチャンプルはもう、タカコさんの時から聞いてたすすごいなぁからなそりゃわからなけどそれだったらすごいなぁ ね、今日しんにお届け物があるということで。はい。ね。そっくりですね。あ、そっくり。はい。あれ、もう、もう、あれ?。あれ?。さすが、素早いな。隣の焼肉屋に行ったかもしれない。あらららら。隋章さんに。オープン前に駆けつけたかもしれませんね。はい。しんのお父さん、お酒飲むんです。あ、いいあ、大丈夫です。あ、オッケーです。オッケーです。あんま飲まないイメージありますよどね。ええ、俺めっちゃ飲むけどな。あ、そっか。じゃ、あ覚醒遺伝かもしれないですね。あ、お父さん。 ね、今の、生放送中ですけど。あの、俺、オリジンチャンプルもいつも聞いてくれてるんですか。あら、ありがとうございます。あ、ネタで使う道具のギターを。今ね、届けてくれましたけど。うんやばチケットもオリジンライブの。お、あ、チケットの。今やり取り、値段。今、生放送。中あ、すごい、ちょっと見ていいですか。やり取りする。笑顔がそっくり。二、三、四、五。 あ,あ、6000円分のチケットお買い上げで <laughs> ありがとうございます本当に、ね、すごいんですよ、真のお父さんもんこの応援っぷりが、この真のお笑いの一回、僕たちが、はい、あの芸歴1年目、はい、初めて G3、G2、G1 て、はいうライブの,あの格付けがあるじゃないですか、で、G1 に上がったにきに、真スケオリジナル G1 チロルチョコを作ってくれて、あの時本当にありがとうございました。<laughs> いい思い出ですまたお願いしますめっちゃ優しい変な世界とは。ねえ素敵なパパ猫、ね、の飾らない感じがいいですよね,ね<ー>お生放送中にフランと現れるね寝室気持ちだわチロルチョコは本当恥ずかったけど お前が恥恥かかたたでもなんか俺は「そこれこんなの作ったシーン見てくれ」みたいな言われてお<う>そしたら俺なんかがシントスケ「しんとすけ G1 昇格おめでとう」みたいな写真とね、えー、この文字で。嬉しい、うん、でまた「チュロルチョコでそんなことできるんかい?」っていう、うん、その驚きもあったし、うん、俺は隠してたわけよ。 誰にもこれは見せないと思って。でたまたまこいつがネタ合わせで俺ん家来た時にそれがバレてしまって。わあ。なんならお父さんから持ってきたからな。お、これでも食べていける。それ俺が乗っててから。めっちゃ感動したんじゃないですか。そう吹き出しが書いてて、シンです、修理石根です、G1 ですっていう。すごい。俺が決めポーズしながら。ええ嬉しいじゃないですか。めっちゃいいパパ。いやでも本当に応援の仕方はすごいですね。すごいですね。うん。 酒は飲まないですよ、お堂はあ、そうなんですねうん、一緒になんか飲んだりとかはあ、でも二十歳とかなんかそういう家族全員が集まった時に兄ちゃんもいるんではいはいはいあの時とかは飲みますけどねはぁまあまあイベントの時はっていう感じかうんなるほどね稲間アーリーもまあこの親御さんはこの活動応援してるっていう話してましたもんねそうなんですようんめっちゃ好きですよ、しんとすけさんの二人のあ、本当にあ、嬉しい めっちゃ好きって言ったらどういうことでわかるの対象としてるの男性どう対象として…そうですね、あの、前、あの…バイアスロンの…バイアスロン塾はい、はい、はいその時に、あの…私、母と行ったんですけど、二人でその時に、はい、あの…しんさんのことがめっちゃタイプってあらマジでめっちゃかっこいいみたいなもうなんか… 見れないって言ってました。なんかもうネタをあのもうあもうもうメア合わせきれないって言ってて、主里シ,ュシ,ュシュミネで俺の声だけでネタを楽しんでるみたいなスタイルになっちゃう。そうなんです。で、主里 <laughs> さんのことはアーリーの友達って呼んでます。なんでかわかんないですよ、ね。よアーリーの友達とかっこいい人のコンビなの。 それでネタが見れないってなったらちょっとそれはでも見てますよ見てるんですけどあのこの最後になんかこの挨拶してくれるじゃないですかありがとうございましたみたいな感じでもうその時ももう目を合わせきれないって言っててえすごいなめっちゃ乙女じゃないですか本当です現役じゃないですか素敵って言ってましたねありがたいですすはななるほどそうん でもなんかこのテレビで例えばこの前なんか水着着てたりとかなんかそういうまあ下ネタの番組とかもやってたじゃないですかヒププホップの夜のヒップホップみたいなのとかもしっかりチェックするの。ああれはあの前回の水着の時はあの見てくれてすぐ LINE 来てきたんですけどよかったよみたいなあのメッセージくれたんですけど。 ンナイヒープエロいヒープの方は最初は録画してくれてたんですけどああああ後からなんか気まずくなってあの録画をされなくなってあそっか家で見てる時にもう一緒にいる可能性があるからはい、はい、そうなんですよ<ー>結構いろいろ過激なことも言うじゃないですかああああ言うんですよなんんでなそれでなんか 弟が学校で友達に「いやあのねーんーかこんなこと言ってたぜ」みたいなこと言われて<ら>なんかショックで帰ってくるみたいなこともあったねしてそれきついな <laughs> 弟意外に繊細だ <laughs> 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 なんかそれも自分には言わなかったりとかへえ<ー>こんなして言われたけどみたいなのも言えないレベルみたいな、えー、別にそんなそんな 反応するみたいな感じなんですけど、自分からしたら。だこら弟の友達がってこと、弟がってこと。弟がです。なんか言われても、あ、そうだよぐらいで返せばいいのにんなんで、んお前はショック受ける場みたいな。はい、はい、うん、はい。ツイッターでも、サボさんが番内は気まずくなるはず。わらーって来てますよ。確かに。こんなにだったんだ。あ、まあ、でも、時間でも2時ぐらいら、ね。そうですね。あの、ひるくさんがひげ生えてるバージョンやでしょう。のそ,そ,そうです。そうです。そうです。 結構、はい、自分はミニスカポリスとか、ナースの格好をしたりとかして。あのシ趣里さんの大好きな。A. V. 女優の半田笹さんも一回来てましたね。ああ、はいはい、来てた、あの D. J. 笹さん。となんかコラボしてる時の好きなのに、めっちゃ言いづらそう。D. J. 笹さんな。はい。なんかあったね、そういう時期。ああ、あった、あった。よかったですね。 でもなんかこの僕も僕は親,親とあとお姉がお笑い反対してるんですけど一回やったのがまあ今のアーリーのまあ弟の友達に言われた話とちょっと似てるなと思ったのが僕がこのお笑い芸人になろうとしてる時にあの僕なんかアマチュアで「o ワ1グランプリ」に出てたんですよ。で出演してて。 であのテレビでも放映されてて、うん、でその時のネタがあの「チンスコー職人のネタ」っていうので、はい、このチンスコーのギザギザを手で作ってるっていう <laughs> 職人で僕が弟子で,でシンが親方みたいなコントだったんですけどなんかこの指がチンスコーをずっと指で作り続けてもう指にチンスコーの数が溜まりすぎて腫れ上がってるみたいなボケがあってうもうこの死にすごいなんか。 膨らんだのを演出する,するためにあのグローブの指だけを切り取って野球のグローブでそれを人差し指だけにはめるっていう、はい、道具を作ってたんですよいやめっちゃ腫れ上がってるじゃないですかみたいな、うん、下りがあって、うん、でなんかもうお笑いやめれみたいなのお姉とお母に反対されてる時にお姉が私この前飲み会行ったらねって あの、「見て見て」っつって「俺の指ちんすこうで腫れ上がった」ってて飲み会の時におしぼりを指に差し込んでなんかそれをアピールしてくる男子がいたんだよっつって「うん、もうこんなでバカにされるからやめなさい」みたいな感じで言ってて、うん、でも認知されてるってことはめっちゃいいこと、ね、すごいね、うんうん、だから、うん、そのピンポイントで見てくれてたばっていうのはあるけど、うん、おしぼりで作ればよかったんだ。い,いえ、そこをヒント得ないけいやまあでもだからそういうのでやっぱ。うん

多くないこの俺,、うん、俺友達とかあ,<ー>あ、多い多いあ今度なんとかって言ってきななんとかって言ったわかるよみたいないるな分る自分の名前出しめっちゃわかるめ名刺とかもらったりするめっちゃこの名刺見たらわかるよみたいなか、うん、だからなんだわって思いますけどしかも絶対小刻みさん、<laughs> ヒープーさんはそんなに覚えてないもんな覚えてないよなだしなんか ヒープーさんの妹の友達のなんかのみたいななんか超遠いスーパー遠いもうほぼ他人やしあれはね、ありますねうん。言っといてねって言ったところ何を言うのかなっていうねあったよって言ったらあってこっちも気まずくなるのわかります言わんよな言っといてって言われたら言ったことあるなんとかと会いましたよないなないよなあ、一回でも俺はあのワニ先生はい ワニ先生の沖縄水産でコーチしてたんだけど野球のおーサ監督の時代はいめっちゃ強い時代にその時にキャプテンだったって人と会ってああああその人はワニ先生の面白情報いっぱい持ってたで <laughs> これはちょっとワニ先生攻めようかなと思ってますけどね。<laughs> ああ<ー>これは最高ですねこういうのは言おうかなこういうのはいい、ね、ワニ先生の面白情報なんなのなんかワニ先生もうサ、ん、監督の下でめちゃくちゃ敏腕っていうか僕のすごいコーチだったみたいな ことゆさん沖縄水産時代の自分で自分で言ってるんですか私はコーチとしてみたいな甲子園も何回か行ってみたいな実際はもう蔡監督にバットでボコボコに殴られたうわめっちゃ泣いたりとかしてたやが指導されてやが泣いてるんやしっていうノックの練習とかやらさ嘘へー守備の練習じゃなくてコーチがノックの練習させられるんだ衝撃的なんですけどそういう人そういう人はちゃんとね うん、行っていいここううううと思ああまあでも反応確かめてみたいなうん、うん、まあでもなこの、うん、一回なんかしちょっと関わっただけでもう知り合いとか友達みたいな表現する人は結構いる感じはしますねはい全然なんかフレンドリーですごいいいんですけど会、はい、ってたらいいんですよちょっと、うん、んかあの一回本当に やってたらっていうのもあれだな。おお、やってたら何まあ一回飲んだらどういうこと？飲ん何年間かそういう一緒の時期があったとかならまだわかるよ。そ小学校何年の頃同じクラスだったとか。もう一回では絶対覚えきれないもんね。覚えき本当に覚えきれないです。この前あのギノワンであのえトロピカルビーチで IMF っていうアワーフェスがあったんですよ。でそれの サブステージでガチ飯グランプリっていうステージがあってそこで営業で行ったんですけどであのこのあとガチ飯グランプリの発表ありますみたいな感じで僕が壇上に立った瞬間にもうそういうアワーフェスとかがやってる会場なんでもうパリピがいっぱい集まってるんですよで僕壇上立った瞬間になんかサングラスかけた人にめっちゃ水鉄砲で襲撃されてへえふわーってもう俺本当にもうびしょびしょになって。 携ポケ,ケタケタケ携帯て帯,携帯っ,つっていや何なんですかみたいな、うん、舞台上からえっ、ー、すごいなぁみたいなそっか別に怒りもしませんしちょっとなんか盛り上がればいいなみたいな,な,んなん逆においしいなみたいなはいちょっとお名前聞いていいですかみたいな言ってたら、うん、えっ忘れたのって言われてやば。いやいやえどっかで会いましたっけみたいな「いやいやいやこの間あ,あの披露宴の二次会で司会で俺お客さんでいた」みたいな え、本当にそう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 そのテンションで水かけてきてたそう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 いや知らんよやと思って<笑><笑>で,すごいなで俺はもうわざとらしく「やばいあーはいはいはいあの時のー」って言ったんですよ、うん、もうどうすることもできないじゃないですか、うん、なんかもう舞台上だし、うん、まあ他の人も見てるし、うん、でもいやこいつ忘れてるやしみたいな感じで済まそうと思って「うん、あーはいはいはいあの時のー」って言ったらいや本当忘れたんですか 結構しけててどっっか行そそ<ー>そうそうそう,もうこの人としては多分もう3時間あんなに絡んだからもうこれはもうお互いに一生覚えてるだろうみたいなテンションだったんだと思うんですけど <laughs> だからこの新郎新婦側もそういうのあるよねなんうの<ー>新郎新婦も覚えてるもんだって多分思ってるさその人は一回やし人生で一回お前との接触やし俺なんかからしたらその営業何本もあるしだから忘れちゃうさ。 もともとシンプルなことにないあ時のそうですみたいな。ああ、俺はまだないから。いや、全然覚えてない。気まずい空気。依頼主だからね。シンドシンプルああ、そうだね。その場合はもう、どうにか丁寧に回避するしかないけど。よくある会場名言う。よどこどこの、ああって言われて。 俺、ファーストホールじゃなかった、どこ <laughs> 気持ちは分かるけど <laughs>、うん、覚えたいっていう気持ちはあるんですけど、やっぱりね、あの皆さんが思っているよりもなんかもう本当にいろんな人に出会うじゃないですか、うん、分,分母がめっちゃ増えてくるからう,う,うーん、まあそれがそ<う>、はい、僕のレベル、僕たちのレベルでも少しはあるっていうことですから、うん、もうこれが 小さん、ヒープーさんとかなったらもう話聞いたらもうやばいっすよ。うんまあこの前もヒープーさんと小刻みさんと一緒になんか居酒屋にいてそしたら同席じゃないけど同じ居酒屋にいた人が話しかけてきてで小刻みさんとヒープーさん「はいはいはい」みたいな「あの時の」みたいな話してるんですけどその。 方がいなくなった後にあのに今の誰って話になってて、うん、で小刻みさんたちは覚えてるんですよ「うん、あの元芸人ですよ」あのオリジンのなんとかっていう芸人ですよ」っていうはい、はい、で Heapoo ーーさんはそれでも「あ俺がもう引退してる時かなじゃあ」っていう<ー>覚えてないなって感じだったんで<ー>もう一般の方はおろか、うん、一時期事務所に所属してたっていうレベルでも時を経たら<ー>。 もう記憶からなくなるっていうバンバンやめてったのね最初のことなんだなと思ったんでキープさんは年っていうのもあるんじゃないですかそうなんの老化なんだ老化でまあまあまあ記憶力はだんだんなんかやばいっていうの聞きましたねどんどん忘れていってるっていうまあ若い時よりかはねそれはもちろん疎かくなると思いますけどキャパはメールはどうなんですかあメールあメールいいですかあれはもうあれ消えたっけあれ 右手、右手系は高子さんはちょっと右手はもうやめるかそうでマイするかもうんそうですねもうタカさんも乗り気じゃなかったというそうだねこともありますもしかしたら結婚してるかもしれないなうんあーそっか高子さんからメール来てないあ、そうですねうんフリーのメール来てない あ、来てるんですけど一<あ>回 CM して次紹介したいと思います。はい、はいはいはい、メールアドレス origin at mark fmna dot jp o r i g i n at mark fmna h a dot jp です。またメール募集しています。それでは一旦 CM です。あはんうん 全部無駄だ、さあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てーあ,あ、この声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからあい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ、洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安く、ビッグワンこの番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました さあ、メール紹介していきますはいシントスケ、アーリー、はい、ハイサイシーゲーですはい、シーゲさんありがとうございますアー,ー誕生日おめでとうございます<お>あ,ありがとうございます,います先週土曜日誕生日、長峰かなでしたよ、うん、シントスケ、濃まんじゅうの差し入れでしたね、うん、お疲れ様です 先週土曜日ヒープホップはアーリー卒業しないでよかったですありがとうございます PS シントスケオリジンライブ5周年おめでとうございますオールドスオールドス,ルドス今週土曜日オリジンライブはシントスケの漫才楽しみですありがとうございますしげ<あ>さん頑張りますいやー嬉しいですね、うん、5周年そうなんですよ5周年かまあ万五年5周年ですね<ー>はい。もう7月デビューだったんでははい。はい2012年の7月で はいえー、今月でちょうど5年というジュン選手もともにことになりますねジュン選手さんもなんですジュン選手さんジュン選手さん、うん、もなんですねそう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 同期ですねアーリーは、えー、7月で何周年だったんですか7月お生誕何周年24歳です24周年24歳ねありがとうございますあこれが7月の、えー、選手の土曜日えはい15日に あ、そうなんだ。はい、そうなんです。7月っぽいよね。7月っぽいですか夏っぽいですか夏っぽいよね。マジでそんなのわかるイメージなんかそういう人。明るいからってことこの人って夏生まれみたいな顔の人いない顔顔とか雰囲気とか。えー、すごい。サーネさんとかもそうじゃないサーネさん7月です。すごい。あ、そっか。モーリさんはモーリさんが一応わかるから。あ、そっか。でも、牛っぽいさお牛座っぽいさ そんな正座から逆算することもできるんだすごいない夏っぽ人はからんあ夏っぽいよねっていうこいつでもほんとに直感というかなんか販売機のジュースとかよく当たったりするんですよえっ事務所の販売機のジュース8回ぐらい当たったやばっというかなか俺1回ぐらいしか当たったことないから1回もないぐらいかなすごいんですよアイスとか食っててもよく当たるしで、こいつにその引きつきいたら 俺のおばあちゃんユタっぽかったわけよって言ってすごいなと思ってだってユタの孫でもないんだよユタっぽい人の孫だよほぼほぼほぼ何の血も流れてないのに等しいけどめっちゃ直感されてるっていう直感型、直感型おばあだったユタ、ユタすご、結果ユタすごと思ったらユタっぽい人の孫でもこんなすごいんだっていうあ、でも怖い話の時にねおばあちゃんのお話されてましたからね怖い話のおばあちゃん何かあったっけあの おじ、はい、そう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 。おおおおお。声が、あ、こっちでじゃないです。すみません。違う。お声がおおばあちゃんの声が変わって、なんか話あれか、あのこれもまたヒープさん。はい、そうそう。うん、なるほど。そうそうそう。そういうおばあちゃんなんですね。そういうおばあちゃんだけど、ユタっぽいお。うん。もうユタじゃないですかもう。かな。 で俺、事務所のエレベーター右と左あるさめっちゃ怖いこれ鳥肌立つんですよいやそういうのじゃないけど押すさ上どっちも一階だったらどっちが開くかわかるよ超怖い怖くはないでしょ <laughs> 怖くはないでしょこなんか見えるんだじゃあなんか押しておうん体を向けた方が開く,くもう怖い怖い怖いじゃ今日こっち通った人<う>あの来てく,ま<っ>くださいって言ってから誕生日当てよう 何月あなるほどねあとでもし来てくれる人いたらでも俺今来てさちょうど検証系怖いな検証系嫌なんだよなこんにちはどうもどうもこんにちはあはいあの人はねあの人はあの人、11月っぽかった11月いいえんかちらっとこっち見たけどあのちょっと呼んだらんか 絡めなさそうだったから今やばなかったけど <laughs> <laughs> ちょっと怖かった怖もてだったから大城さんはあ大城さんでも夏っぽいっすよね誕生日<あ>えっ、ー、すごい何月、うん、やばすごいさまあでもこれはでも大城さんの誕生日は火曜オリジナルでもやってましたしもしかしたらね知ってた可能性もいや俺聞いてないよでもほんとに でもなんかどっかで知ってたかもね。うん、潜在意識って可能性あるから。やっぱりお気やっぱり。あっ、り通る人にちょっと聞いてみよう。ああの方呼んでみますか。すみません、こんにちは。<laughs> こんにちは。ななんで沖江合りお通りの方、こんにちは。あ、見ないなあ。じゃあ、あの方、取イしまり。こんにちは <laughs> ぼあちょ。ちょっとだけ来てもらえませんかあすみません。 ななかか来てくれないですね。3分の2でちょっと。あっ、と学生さん、学生。いいね。こんにちは、こんにちは。そこの学生2人、学生2人、ちょっと来て。ちょっと来て、お願い。部活中部活中部活中ちょっとだけだめ。あいつ夏って忙しい。あいつだっとちょっとちょっと、お願い。5秒だけ、5秒だけ。あいや。夏っぽいやつがいたのに。俺は知らんけど。山夏っぽい。 まあまあじゃ、あこの目の前通る瞬間がたまにあるかね。う誰か。そ、ね、その時にぜひ聞いていま。構えましょう。とりあえずメールいきます。えー、ビキリの女王、アーリーと女癖の悪い二人組 <laughs>、えー。そして、ラジオの前のオーディエンス、おつです。オラ芝居太郎かひろし。はい、芝居太郎かひろしさん。ねえ、なあ、かしすねえなあ。ブルーベリーでもいいと思うよ。あれですか。あの、目のクマね。<ー>は,いは,いはい、はい、はい。今日のお題は。 今夜の酒のあてでしたか、うん、どっかの人気ないラジオ番組のコーナートライアルみたいですね。いや水曜オリジナルはやしやん。ひろしがご紹介いたしますのは、<laughs> 感謝オシャーレンエビチリ。感謝オシャーレンエビチリです。おお<何>、またおしゃれだな。漢字すごいですよ。干して焼いてエビでひとしっていう。いやう干して焼いてエビで人気の人。ほう。です。紹興酒をソーダで割って、うん。 冷凍のブルーベリーを浮かべるのもいいでしょう。は。ソーダ割りは好きな、<あ>好きな濃さで作ろう。いや、雪だるま作ろうみたいに。首里崎山。いや、首里石見でね。俺出身地の首里崎山だけど。レディーゴー。福寿を全うしましたと。いや、俺ながら寝てないやつ、それ。エビチリなのに。しああ、なるほど。いや、中華の料理ってことじゃないの?。<laughs> 中華の料理が当てて、それに合うお酒が商工酒をソーダとか冷凍のブルーベリーを浮かべるのもいいでしょう。ぁー商工酒ソーダ割りなんか確かにうまそうっすね美味しそう商工酒自体あんま飲んだことないけどでもあんまり美味しいなと思った記憶はないな香りは好きですけどねああじゃあ結構飲むんだはい結構飲むのいえ、あの十八の時にあの 中華料理屋さんでバイトしてて、それで釜からカメかカメかカメからあの焼香酒をついでたんですよ。それで匂い嗅いであおいそうなんだなっていうのだけです。はい以上です。なるほどね。でその時にじゃガブのみも本田してたんだ。してないですよ。へーじゃないですよ。じゃそれではへーで終わらし。はいえーはい、サイつともです。はいはいえー長官配達。 しているんだけど、うん、今朝配達中にふわふわしてきて最近エアー好きのスニーカーを買ってそれを履いててこのエアーがクッションでふわふわしてるかなと思ったらどんどんふわふわ感がすご,すごく高ぶって、うん、めまいがしそうになりましためまいしてるんじゃないそれ？えー、これは熱中症ですかね年、まあ、ですかねとほうなるほど。 これはどっちですかねスニーカーのふわふわ感がどんどん増してきたのかそれとも熱中症なのかどっちかという話ですけど熱中症ですよね多分溶けたんじゃないそのスニーカー熱すぎてファルトの暑さで暑さで<う>暑さもあるし靴のふわふわ感も増したかもしれんなああもう繊維がどんどんほどけて <laughs> でも熱中症近くなったことあるな <laughs> ないなあるんじゃない野球やってたらもうつまり脱水症状いなありそうああでもそれが それがそうだったんかなっていうのは正直わからないんだよな手足しびれてきたりとかやばわかんないなんかうー怖いでも俺結構水飲んでるタイプだったからよ飲んでそう全然スポコンじゃない死に水飲んだから俺ああ、結構あるんだまいめまいまではめまいはあるよふらふらするんですかふらふらは熱中症な気をつけんとなマジで危ない寝てる時にもなるってやば何もできないんじゃないですかクーラーつけたり扇風機つけないと 危ないってあそっか寝てる時また発汗もするしねでこのもさんも長官配達してるって言ってるから長官配達ってことはチャリか原付バイクでしょそれで熱中症って危ない危ないしかも朝だしね長官って涼しそうだけどでも日差しがすごいんでしょうね朝方かなじゃあもう5時6時ああなるほどこれ気をつけてねはいぜひ ふわふわ感であればいいけど、うん、ぜひあのなんかアイススケート場とか行ってその靴履いてみて、ふわふわ感がまだあったら、多分そのスニーカーのせいだと思うんで、うん、確かめてみてもいいかと思いますね。うん、はい。適当でしょ。<laughs> <laughs> いい。絶対やらんでしょ、ツトムさん。<laughs> い,い,いややるよ。<laughs> よし確かめようってならんでしょ。いやトムさん本当に好奇心旺盛だから、<laughs> すごいよいいツトムさん。ツトムさんの何がわかる？いや本当にあの人は何でもやるから。 はいじゃ続きましていきましょうはい親愛なる隣人両県はいはい達者ですよはいはいはいでおなじみの親愛なる隣人両県ですだったか<ー>達者ですよか暑 <laughs> い…暑いっすね暑いっすね両県、うん、値はクーラーないので 水浴び扇風機で涼んでいますがはい、はい、ここ2、3日風もあんまりなくムシムシするので録画したアナと雪の女王を見て涼んでいます<ー>ええー、独特だな涼し黒から行くんだ結構効果ありますよ嘘でしょしくなりますついでにディズニーのカーズ見たんですが主人公のライトニングマックイーンの親友レッドカートラックのメーター顔がジュン選手に似ています、えー アーリーさんはクーラー以外に暑さ対策ありますかということでなんかあの画像も来てますねこのジ選手にのどうですかマイバーがそうだね前イバーかな出っ歯の感じは似てるな確かに似てるディズニーがジ選手をアニメ化したらこんななるだなはルムは似てる似てるほんだ口元そっくりさ本当だこれなんていうキャラクターレッドカートラックのメーター メーター。メーター。ほう、メーター。また、メーバーっぽいな。メーター。そこも似てるな。ほう。え、な、鼻で笑ったば。ラジオで鼻で笑ってなかなかないよ。確かに、浴びせにいってるよな。鼻の風。音、だけ入ってからな。は。クーラー以外の涼む方法はアイス食べてます。あ、アイス。ね。アイス。いいね。なるほどね。までも。 ねこのクーラー以外でやっぱりアイス食べても冷えないなんて時はねなんか <laughs> お今のね何月、ね、ですかあーでも通り過ぎた<ー>入ってきたらよかったけどうん、うんうん、いつも夏っぽかったね <laughs> 夏多さよ夏,っぽい夏じゃん夏っぽいぐらいのあすみませんわ <laughs> かんねえ <laughs> こんにちはちょっとだけお話い,いですかあのどどどうですかあのわかります ちょっと誕生…誕生月…はいはい知ってるあ、しんとすけですあ、ご存知ですかあ、ありがとうございます誕生月はありがとうございますあ、こちらもあ、アですありがとうございますあの、実はですねしんとすけのシン、僕の相方があの、誕生日が何月かを当てることができるって特技を持ってましてあの、差し支えなければあの、何月か当てても大丈夫ですかあ、ありがとうございますはい、じゃそれではお願いしますえっとね 今2つあるわけよ。2つじゃ何月何月 ?4 月と10月。4月と10月どっちか入ってない残念うわお気に入りって外してるやし。じゃあ春か秋かなと思ったわけよ。正解は何月ですか ?1 月冬やしや。春か秋で冬やしや。基本俺夏が終わってきれるだけだからね。 三振仲間の方ですか<ー>良ければ誕生日の付き当てても大丈夫ですかすちなみに夏顔ですかこの,の。いや夏顔ではない夏顔ではないです、ね、夏顔ではないということで誕生日何月ですかはいはいお願いします、はい、はいはい、はい、あ二月あ,月あなるほど、まあ、ワンツーできたんです 夏ではないということはわかりましたね。この能力はまだ保たれてますんで。夏か夏じゃないかじゃあ当てましょう。どこで聞いた。すみませんおすか。いません。今からどっかでなんか演奏があるんですか。カラオケこっちの3回のボイス。そうかそうか。あなるほど練習してるんですね。ああありがとうございます。また来週もお願いします。ありがとうございます。で1個だけいいですか。そういえばさっきあの FM の班に。 あのー、キヤマ商店の良紗さんが来てましてあの、あさってに夜8時からファーストホールの7階でライブするって言ってたんですよはいうあの、良紗さんのもう一個の八重山もンきっていうバンドで、はい、それぜひ来てくださいって言ったんでありがとうご今の三振のことで思いました、はい、ありがとうございますいしましはいじゃあ来週のお題も,の代も酒のあってでお願いしますえー、うはい、はい、じゃあ水曜リジンチャンプル今週も聞いてくれてありがとうございました